こんにちは、ねんねママです。育児をしていてですね、本当にこれは知っておきたかったなって思うこといくつもあります。その中でも、ねんねのこと、食事のこと、イヤイヤ期のこと、子供への接し方のこと、2人、私は今7歳と2歳の子供を育ててきてるんですけれども、特に上の子が全てが初めてだったので、やっぱわからないことだらけで苦労してきたし、こうしておけばよかったなとか、知っておけば変わったのになって思うことがいくつかあります。早く知っておけばもっと楽できたのになとか、もっと具体的なこと言うと何十万もお金使わないで済んだのになっていうことも実際あります。それの具体的な話もシェアします。たらればって言ってね、後悔しても仕方ないんですけれども、結構一生に関わる、結構本当に今もう小学校になっても関わっていることとかもあって、私がその当時勉強していたりとか、知っておけば今は違ったかもしれないのに、こんな苦労していないかもしれないのにって思うこともあります。そういうことも含めて、さっきの何十万円みたいなのを何使っちゃったみたいな話も含めて、0から3歳までの間にこれを知りたかったと私が思うことを、今子育て中の方に向けて共有していきたいと思います。まず最初はねんねについて、私ねんねの専門家で、ずっとこのチャンネルでねんねの話をしているので、こういうことを知っておくと楽になるよっていうことはいつもお話をしています。ただその中で今日はですね、全部話してもあれなので、特に3つこれは知っておきたかったということをお話ししておきます。まず1つ目は、活動時間という概念を知っておきたかったなと思います。この概念を知ってるか知らないかで全然変わるなと思います。活動時間っていうのは、赤ちゃんが元気に起きていられる時間の目安のことですね。もちろん決まりがあるわけじゃなくて、個人によって違ったりとか、その時のコンディションによって違ったりするんですけれども、大体新生児だったら1時間ぐらい起きてたら眠くなっちゃうよとか、3ヶ月ぐらいの子だったら1時間半とか、せいぜい2時間ぐらい起きてたらもう眠くなっちゃうよとかね、そういうことを私は何も知りませんでした。夜泣きがすごくひどかったので、昼寝をなるべくさせないようにすれば夜泣きがなくなるんじゃないかってそう考えたわけなんですけど、全く逆だったんですね。だからなるべく夕方以降寝かせないようにしようとか、例えば6ヶ月の時とかね、やったりしてたんですけど、6ヶ月の子が起きてられる時間っていうのは 2、3 時間なんですよ。だから夕方に寝ないと、むしろ夜もうパニック、眠すぎてギャーって夜泣きになっちゃうということだったのに、うちの子は何をやっても寝ない子だって思い込んで、本当に毎晩大変ですごいうつうつとしたっていう気持ちになっていたので、まずこの活動時間っていう概念を知っておけばよかったなって思います。この活動時間について、具体的に何ヶ月だとどのくらいなんだろうとか、サンプルスケジュールとしてどのくらいで過ごしたらいいんだろうということが知りたい方は、概要欄に公式 LINE ありますので、そちらご登録いただくと月例ごとのスケジュールとか見れるようになってますので、もしよかったら見てみてください。ねんねに関して2つ目は、ベッドで川の字できないっていうことを知りたかったなと思います。私はですね、妊娠中にキングサイズのベッドを買ったんですよ。キングサイズなんてマットレスとかも合わせて20万からもうちょっとぐらいかな、したかなという記憶があるんですけれども、家具屋さんで夫と2人でこうやってマットレスに寝そべりながら、子供は2人欲しいよねなんて言いながら、1人目の妊娠中ですね、で子供は2人欲しいよねなんて言いながら、でもさ、1人ここに子供寝るじゃん、もう1人ここに寝るじゃん、キングサイズだったら4人寝れるよねみたいな話をね、してたんですよ。で家具屋さんもそうですねそうですねなんて言いながら横にいたわけですよね。全然いけないじゃないかっていうそうですねじゃないでしょっていうのは今なら言いたいなと思うんですけれども、赤ちゃんと一緒に寝るっていうのはそもそも危険性が高くて、いろんなね、話し始めるとこれ長くなっちゃうんでちょっとポイントだけ言いますけど、大人の掛け布団がかかっちゃうとか、寝返りで潰しちゃう可能性があるとか、転落しちゃうとか、マットレスが柔らかくて鼻と口が埋まって呼吸がね、窒息につながりやすいとかって、いろんなことを含めて大人のベッドに一緒に寝るっていうのは危険がいっぱいなのでおすすめできないんですよ。あんまり日本でそれって広まっていないので、その家具屋さんがそれを知らなかったってことは全然責めないんですけれども、それにしてもサイズ的にもう無理じゃないみたいな、こんな子供ってまっすぐ寝ないので、こうやってね、マッチ棒みたいに寝てくれるんだったらいいんですけど、大体 H になるじゃないですか、川の字じゃなくて。だから「寝ないじゃん」って言って、だったらキングサイズベッド買わなかったのになっていう、それは一つ先に教えてよって思ったことでした。そして知りたかったこと3つ目、これねんねに関して最後ですね。我慢の限界だったら夜泣きは消せるっていうことを当時の私にマジで教えてあげたい。これ皆さんも、いや、うちの子に限ってそれは無理とか、私はねそれはできないとかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、私もその気持ちはすごくわかる。私も本当に泣かせられなくって、うちの子の泣き声は本当に無理と思ってて、泣き声大きい、声大きいんでね、今日1区で無理って思っていたし、何しろ本当に新生児の時から年齢がずっと下手だったので、そんなもうなんか巷で年トレかっこ笑いみたいなそんなの言うておるけれども、うちの子に聞くわけなかろうが、誰か来てうちの子寝かせてみいやみたいな感じに思ってたんですよ。ところが自分が学んで実践してみると、そんなうちの子、まあ結構敏感なねセンシティブな子でも寝るようになるし、その当時の私に別の選択肢あるよっていう、できるかできないか、あなたがやるかやらないかは別としても本気出すっていう選択肢あるよっていうことは教えてあげたかったなって今でもずっと思います。やるかやらないかは別です。ただ本気出してないだけだ、自分がね。だから本気出せば、泣かせれば寝るようになるっていうのが、うちの子にもその選択があるっていうことを思えてるだけで気持ちが違ったなって思うんです。なので泣き声は苦手は苦手なんですけど、下の子の時はそういう選択肢があるって思って頑張れたし、実際にあ、もうダメだ、やろうと思ってこう気合い入れてやったみたいなこともねできたので、その選択肢がうちの敏感な子にもあるよっていうことを知っておきたかったなと思います。まあ以上がね、3つが年齢について知っておきたかったなと思うことです。続いて食事のことですね。具体的にはアレルギーのことなんですけれども、うちの上の子は卵アレルギーがあって、結構重度のエピペン持ちです。でアナフィラキシーっていわゆる本当に重篤な症状になって救急車で運ばれるような状態になってしまうほど卵の相性が良くないというか、まあ、アレルギーなんですけれども、そのアレルギーが起こる原因ってまあいろいろ言われているわけですよ。で後になっていろいろ分かったこととかがあって、例えばまあ本当によく巷で言われてることで言うと、食べる時に口の周りを保湿してあげる、ワセリンとかプロペットとかね塗ってあげて保湿をしてあげることによってアレルゲンが入らなくなるから、入りづらくなるから、で終わった後拭き取れば口の周りに食べ物が残ってるっていうことがなくなるから、皮膚からアレルゲンが入ってアレルギー反応が起きやすくなるっていうことを防げるなんていうことが、まあ、今言われているんですけれども、当時も多分言われてたと思うんですけど、私が全然不勉強で知らなくって、なのでそういうこともやってなかったし、その食べる時、食事の時に限らずこういうところのカサカサとかがケアなかなかしないで放っておいたりとかすると、そういうところからもねやっぱアレルギーになりやすくなるっていうので、とにかく保湿をしましょうみたいなことは言われるんですけど、そこまでやってあげられていたかとか、それだけ一生に関わるほど保湿が大事っていうのは、まあカサカサかカサカサじゃないかぐらいの感じでしか考えてなかったので、そこまで重大に考えてなかったことを今はものすごく後悔をしています。で今実際、アレルギーの改善というか対策に取り組んでいて、まあ、経口免疫療法っていうちょっとずつアレルゲンを摂取していく、食べていくっていうやり方をやってるんですけど、まあ、それも知ったのがだいぶ後なんですよね。病院には行ってたんですけど、なかなかこう負荷試験みたいなところなんか折り合いがつかなくって、なかなか行けなかったり、まあ、いろいろあって結局やり始めたのが年長さんの時なんですよ。そうすると物心ついているし、もうめちゃくちゃいろんなことがはっきり分かっているので、もうこれは怖い食べ物だみたいなことがはっきりしちゃってるんですね。なんで口に入れるのがめちゃくちゃ大変なんですよ。400分の1とかっていうところから始めたんですけど、ほんと2粒ですよ、卵の粒を食べさせるのでアイスクリームが大量に必要、その周りをコーティングするのにみたいなことだったりとか、もうそのぐらい苦労したので、これが3歳ぐらいまでに始めておけばスルスルスルっていってこんな大変なことにはならなかったのかななんていうふうに思って、これも本当一生関わることで、まあ、その保湿のことと経口免疫っていうやり方があるっていうことをもっと早く知っておけば違ったかもしれないのになって思っていますので、もしなんかアレルギーとかがある方がいらっしゃったらちょっと調べて、近くでやってる病院があるかどうかとかっていうのを調べてみていただければなと思います。そして、知りたかったこと、イヤイヤ期のことも知りたかったなと思います、これ実際私自身は当時途中で知ったことなんですけれども、イヤイヤ期っていうのはそういう何でも嫌ってする拒絶の期間ではなくって秩序の敏感期であるっていうことが、モンテッソーリの考え方なんです。けど言われています。秩序の敏感期っていうのはどういうことかっていうと、敏感期っていうのは何かに対してすごい執着してこだわり持ってそこのやり方とかノウハウをバーって一気に吸収する時期っていうのは敏感期って成長の過程であるんですけど、その中でも秩序の敏感期っていうのは、ルールですね、社会のルールとかそういうのをこう吸収していく時期っていうのがあって、例えばパパとママと、お姉ちゃんとかがいたらそれのなんか食卓の席がこうみんなここに座るもんだとかね、決まってるのにパパとママが逆に座ってたら「なんで嫌だ、僕が知っている秩序と違う」みたいなそういうのが敏感期で反応してしまって、これがいわゆるよそで言われるイヤイヤ期っていうやつじゃないですか。なんだけどそれってただ「いやー何でもいやーギャー」みたいな強烈鬼になってるみたいなことではなくって、そことそこ入れ替わってんの、僕が知っている社会のルールと違うっていうのが嫌だっていうことなんですって。そうっていうのを、自分の上の子がイヤイヤ期に差し掛かってる時にモンテッソーリと出会ってそういう考え方を知ったことによってすっごい180度考え方が変わって、もういやいや昨日こんなもうジタバタ玄関で暴れてもう無理だったのが「はーい敏感期だ」みたいな、これは今何の敏感期だ、おお敏感期お疲れみたいな気持ちになったっていうのがすごい変わったんですよ。でもちろんその小手先のテクニックっていうか、そこをクリアするためのもいくつかあるんですけど、例えばなるべくいつも同じにするね、例えばさっきの席で言うと食卓の席で言うと交換してなるべくいつも同じにするとか、選ばせてあげるとかね、自分で決めると受け入れやすくなるので、ね、A と B どっちがいいって言って選ばせてあげるってなると、お洋服着たくないってなっててもこっちの T シャツこっちの T シャツどっちにするって言うと、こっちって素直にしてる、そういう小手先のテクニックもありますので。そんな風にしていただけると楽だし、何しろ秩序の敏感期なんだって知ってると、おお敏感期来てるね、お疲れお疲れっていう気持ちになってすごい寛容になれるというか、なんか菩薩が手に入る、心の中にっていうのがあるので、それは知っておいて私は良かったし、知りたかったことだし、みんなに知ってほしいなって思うことです。6個目は子供への接し方で泣かせていても大丈夫だよっていうことを当時知りたかったなと思います。私の考えだとね、当時の私の特に上の子の時の考えだと、泣かせっぱなしにしてなんかいたら子供がどうにかなってしまうと思ってたんですよ。世界で一番大切な私の子供がこんなずっと泣きっぱなしになってしてたら気が狂ってしまう、もうなんか愛情とかもおかしくなってしまうって思ってたんですよ。でも実際そんなことないですからね、そんなことないですよ。だって日常普通に接していて、お世話もしていて、大好きだよのハグとか寝かしつけとかムキグーとかね、いろんなことやっていて、その中でちょっとわーってパニックになった時に「いやいやいや」とかね、なんかそういうパニックが起きた時に放っておいて、ちょっと様子見とこうかっていう分にはこれ何がダメっていうことはないです。それどころかパニックで混乱している子っていうのは一人で落ち着ける場所に入れてあげると落ち着きやすいっていうこともあります。よくね、こう空港とかでカームダウン室とかっていうのは、聞いたことない方が多いかもしれないですけど、人混みとかね、そういうところにいると結構こうわーってパニックになりやすい特性の方とかが空港とかちょっと気持ちを整えるためのカームダウン室っていうのがあったりするんだけれども、そういう特性があろうとなかろうと誰だってパニックにはなったりするじゃないですか。もう「うわー」とかってなってしまった時に、そのパニックの現場から離れないでいるとずっとパニックになっちゃうんですよね。子供とかもギャーって泣いた時に泣きっぱなしになっちゃうんですけど、感触を起こした時とかそういう時にちょっと場所を移して一回ここで気持ちを落ち着けてっていう風にして一人にしといてあげるっていうのも大事なことだったりします。泣いてる子を一人にするなんてって思われるかもしれないですけど、気持ちを落ち着かせられる一人になれる場所っていうのは、親でも子供でも誰でも必要じゃないでしょうか。っていうので、最近はさっきお話ししたちょっとその経口免疫療法っていうので卵を食べたりとかしている中でわーってパニックになっちゃって「わー」とかで泣き出しちゃうことがすごい怖い、嫌だみたいな泣き出しちゃうことあるんですけれども、そういう時は一旦ちょっと食卓から離れて違うところに行って一人で落ち着くまでここに行ってね、あんまり横にいても私もイライラしちゃって逆にトゲトゲしい言葉をかけてしまいそうになるので、そういう意味でもちょっと距離を取って子供も一人になってもらってっていうことをやったりしています。で、そういうのをやっても大丈夫だよってことを私は当時からもっと小さい時から知りたかったなと思います。もちろん愛を伝えるっていうのは大事なことで、そのね、ただ突き放す「そのところに物置にでも入ってください」みたいな、そういうのはダメですけれども、そうじゃなくて、ちょっと落ち着くまでね、出てきちゃダメとかっていうことじゃなくて、落ち着くまでまずここに行って、気持ちが落ち着いたらもう一回お話ししようねって言って離れるっていうことは大事なことだなと今は感じています。最後、働き方についてです。選択肢は無限大にあるっていうことが当時知りたかったことです。ちょっと大きなことを言い過ぎて何の話って感じかもしれないんですけど、正社員で働いてたもんで、育休して子供を産んで戻って、もうこの先子供をまたね2人目とか産むかもしれない体で、時短勤務で、もう私この会社にしがみつかなかったら他の会社になんか就職できないって思ってたんですよ。ないしは悪い条件で転職する、要はキャリアダウンっていう形で転職するしか選択肢はないと思っていたので、この正社員というものを絶対にしがみつかなきゃいけない、この選択肢しかないんだって最初一瞬思ってたんですよ。だけどやっぱり働いていく中でもっと家族の時間を作りたいとか、できれば週休3日にできないかなとかっていうことをいろいろ考えたりとかして、時短をね、ちゃんとなんかもっと早い時間、私5時に帰ってたんですけど4時とかに帰れたりとか、そういう形の会社に転職できないかなみたいなので、エージェントとかに相談したりとかもしたんですけど、そこで言われたことはキャリアアップっていう選択肢はないと思ってくださいっていうふうに言われていました。わざわざ時短の人を雇いたいっていう会社はありませんみたいなことを、意訳なんですけど言われたんですよね。まあでもそりゃそうだなっていうのはね思ったんですが、結構絶望したんですよ。つまりこの会社しかないんだっていうことに絶望してたんですけど、でも結果的に独立してやれてるわけですね。年齢ママとして今やってるんですけど、で私なんかはもう夫も退職しちゃって、もう私が大黒柱で、夫も、ね、もうじゃあもううちの会社で一緒にやりましょうみたいな感じで働いてるっていうような状況なので、逆にね当時の自分だったら夫は会社に勤めていて、で自分はそれ別の会社に勤めていてみたいな状況だったら、何を恐れることがあったんだろうって今思えば思う。から、その当時、これは0から3歳に限らずなんですけど、でも育休から復帰したっていうのは結構子供が小さくて大変な時期に、そういうキャリアチェンジっていうのもあるよっていうことは知っておきたかったなと思います。かなり自分の人生半生を振り返るみたいな感じではあるんですけれども、年齢に関しては先ほどご案内した通り、基本的に知っておいてほしいこととか、その月齢別のこととか、あと環境のチェックシートとか、いろんな基本の話は LINE にまとめてありますので、無料で取れますので見てみてください。あとそこのアンケートで、モンテッソーリ教育に興味がありますとか、キャリアとか働き方に興味がありますみたいなアンケートがあるんですよ。押しておいていただけると、そういうお話するときは必ずお知らせさせていただきますので、ぜひ興味あるものにポチポチっと押しておいていただけると嬉しいです。公式 LINE の中にアンケートございます。そして皆さんからこんな話が聞きたいよとか、ねんねママのこんな話聞いてみたいとかリクエストをいただいたら、それも今後お話ししていきたいと思います。とりあえず夫婦円満の話っていうリクエストいただいたんですけど、一回私これ夫に打診したら、そんなのミキティと庄司の話じゃないと興味ないよって言って断られたんですけど、みんなどうでしょうかね。夫婦円満っていうのもどうなんで興味あるのかな。夫婦2人で会社やってますけどもね、そんなリクエストとか、こういうのが聞きたいよとか、モンテの話して、ねんねの話してなどリクエストいただけたらコメントで読ませていただきます。ということで、今日の動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今後も役に立つ動画いっぱい配信していきたいと思っております。自分自身もちょっとやってることを最後にシェアしたいと思うんですけど、結構私も怒りがわーってくると止まらなく、やっぱパニックじゃないですけど、感触を起こすわけじゃないけども、自分の怒りが止まらなくなるタイプで、あームカつく、もうこれもムカつく、もう全員ムカつく、あーみたいな、何もやりたくないみたいな感じで結構なっちゃう時もたまにあるんですけど、そういう時はあえて場から離れるっていうのを積極的にやっていて、例えばリビングでめっちゃもうなんだろう、夫の動きにもムカついたし、娘の動きにもムカついたしみたいな、わーみたいな感じになった時は、怒りながら寝室にとりあえず一人で行って、ふっみたいな感じで、とりあえずパソコンを見て落ち着こうみたいな感じで私いつもパソコンしてるんで、パソコン見て落ち着こうと思って一人で黙々と作業をしてみるみたいなことをやっていて、で気持ちが収まったらまたリビングに戻るみたいなことを、あえて自分が場所から離れるみたいなことをやったりしています。でそんな中怒りがふつふつと、でもどんな顔して戻ればいいだろうみたいな時に、ある時ママ友が「ちょっとさ」みたいな、桃がいっぱい届いたから持ってきたのみたいな感じで「今家の下にいるから」みたいな「渡すね」みたいなんでママ友が来てくれたことがあって、その時ママ友なんで子供も連れてくじゃないですか。子供も連れて行って、で「ありがとうママありがとう」なんて受け取ったらね、もうさっきまで怒ってたの何だったんだろうかなみたいな気持ちに切り替えられるんですよね。人って簡単だな、なんで、まあちょっと確立したり、別シチュエーションというか、なんか違うところに買い物行くとか、じゃ気分転換になるようなことを挟むと怒りって収まりやすくなるっていうのがね、ありますので、皆さんもね、自分が感触を起こしちゃうってこともあると思うんですけど、ぜひ試してみていただければなと思います。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ねんねママねんねママ、寝かしつけ